深井プロデュースハモラボの深井純子とその仲間たちです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。我々この耳のトンネルを公演しにやってまいりました。いよいよですね。いよいよ。伊丹のアイホールとですね、はい、この東京公演が吉祥寺シアターというわけでですね、6月7が、うん、19時から、で8日が14時からで、3時間休憩含んで3時間になっております。そう、こちらね、過去にこのコリッチ舞台芸術祭り2012春グランプリ受賞作をスケールアップして再演するという、すごいじゃん。同じ2012年にね、上演されました京都でね、この作演の伊藤幸之助さんが別のグータララバイというユニットを組んでおりまして、そのグータララバイの作品でカンコーラというものがございまして、この内田千佳姉さんとね、劇団員の日高圭介さんがやっております二人芝居のカンコーラがこの中になんと組み込まれるわけですね。小学校の教室の音楽室じゃなかないとできないあの条件を普通の劇場で、アイホールとか吉祥寺シアターを知っていらっしゃる方がどういう風に見れるのかということもちょっと楽しみにしていただきたい。そんなのできるわけないじゃない、あの小学校でできたものがアイホールで。そんなことないよ。その劇団員の日高圭介がもうすごい主役なんです。ど主役でずっと出てて、男の人の一生の物語ってことはすごく大事なので、すっごいもうおっさんなんですけど、すっごい色気あるんですよ。深井プロデュース羽衣10周年記念第18回公演ミニオThank you.